皆さんこんにちは、イムランです。いつも英語英会話一日一言ご覧いただきありがとうございます。今日は6月14日土曜日4時半から6時半に開催するゼロからの英会話のご案内です。ゼロからの英会話、どんな講座かと言いますと、今までこう英語をですね勉強したことがない方、英語は全くわからない方、中学英文法も覚えていない方、そういった方のための講座です。そういった方が英語を勉強するにあたって、どこから始めればいいか。実はですね、ほとんどの方が文法を勉強しようと思ったり、単語を勉強しよう、リスニングをやろうと思う方多いんですけども、実は簡単な会話からやってしまった方が上達が早いです。例えばどういうことかっていうと、まずですね、この講座では例えば How are you? もうここから始めます。How are you? お元気ですか？お元気ですかという意味ではあるんですけども、実は私たちはこんにちはぐらいの感覚で使っています。 OK、 なので、How are you? ってもう毎日聞くんですね。例えばお隣さんに毎日聞きます。 How are you? Hey, morning, how are you? でそういう時に、お元気ですか、毎日日本語でお元気ですかって聞かれたら、いやいや、お前毎日聞くけどお前頭大丈夫って話になりますね。 OK、 でなぜ英語だとならないのかっていうと、お元気ですかではあるんですけども、こんにちはってもあるからです。もう挨拶なんですね。 OK、 でそういうことが分かると、あ、なるほど、じゃあ How are you 普通に使って大丈夫だなと思います。多くの方は、How are you の意味がよく分からなくても、お元気ですかっていうふうに認識してるんで、なんか毎回使うのおかしいよなと思って、こうなんかよくわからなくなって、もう英語よくわからない、めんどくさい、やめとこうということになってしまいます。そういうことがないようにしっかりとニュアンスまで伝えて、まず挨拶から徐々にやっていきましょう。 OK? Alright、 そして How are you? 他にもありますね。 How are you doing? Hi, how are you doing? この doing がつくだけなんですけども、ちょっと若干ですけど丁寧な感じになった時とかに使います。Okay、 では基本こっちですね。もう一番がもう万人受けします。Okay、 どこに行っても受けるみたいな。もう万人受けするような How are you? で、ちょっとこう How are you? 慣れてきて、ちょっといつもと違うこと言ってみたいなみたいな感じになってきたら How are you doing? を使ってみましょう。Okay、 so this is level 2. レベル2ですね。Okay、 ただレベル1のままの方も How are you? でとりあえず行きましょう。何の問題もないです。こういうシチュエーションで How are you 言わないというのはないです。OK? なので、もうただのバリエーションですね。基本的にバニラアイス食べてるんだけど、いつもバニラアイスじゃちょっと物足りないから、今日はバニラにちょっとクッキーが入ったクッキー&クリームにしようかなっていうぐらいで構わないです。OK? なので、まずは、万人受けする How are you 言ってればいいということですね。OK? そして How are you doing? ちょっと慣れてきましたね。そしてこう外国人のお友達ができてきたら How's it going? 調子どうですか？ちょっとカジュアルになりますけども、これご友人に使ってください。外国人のご友人がまだいない方、まだ使わなくていいです。 OK、 外国人の友達ができてから考えましょう。そして First name basis ですね。 First name basisファーストネームで呼び合う仲だったらもう How's it going? でいけます。 OK? そして中にはちょっとフレンドに外人も初対面から First name basis ファーストネームで呼び合う仲かもしれませんね。そういう場合はもちろん使っていいです。 How's it going? OK? で、さっきも言いましたけど Level 1に言い慣れてきたら Level 2、Level 3とどんどんゆっくり進んでいきましょう。 OK?で、あとあれですね、もう超カジュアル、 What's up? 調子どうよ、 Hey 調子どうよみたいな感じです。こういう風にする相手がいるのであれば使えます。そうでなければ使わない。 OK? そういう風にちゃんとですね、こう住み分けしていくと英語はそんな難しくないです。今までこう大体習うとですね、英語の挨拶はこんなにあります。一番上が一番フォーマルです、一番下がカジュアルですみたいな感じで、もうなんか住み分けないんですよ。なんか徐々にカジュアルになっていくんです。徐々にってなんだよみたいな感じですよね。この人とは
この境目の時どうするんだろうとかよくあるじゃないですか。考えれば考えるほどどんどん分からなくなってくるので、そうじゃなくてもうきっちり分けましょう。もうとりあえずこれを使いましょう、okay? で慣れてこなれてきたらこれを使って、もっとこなれてきたらこれを使って、こういう人にはっていうふうにどんどん分けていけば全然難しいことはありません、okay? そして、答え方ですね。これもいろいろあります。でいろんな本にいろいろ書いてありますけども、イギリスでは I'm fine、 皆さんがよく知って I'm fine 使ってます。みんな普通に使ってます。イギリス以外だと I'm good の方が主流です。テンション高い人は I'm doing great って言ったりします。 OK、 まあそんな感じでですね、こう一つ一つやはりどういう人がどういう感じで使うのかというのを説明します。 OK、 そう、まあ本当こういうとこから始めたいっていう方はゼロからの英会話にご参加ください。いやいやいや、もっともっと深いこと知りたいんだっていう方はスパルタイングリッシュ、イングリッシュとか、What's the other one called? What's the other one called? Speaking Bootcamp とかにご参加ください。OK? そうすればもっと深いところで学習していただけます。Alright! そして、まあ、一通りこういった挨拶をやりまして、そして例えばまあ動詞ですね。動詞がどうしてもよくわからないという方多いので、まあ、その辺も説明します。で、一番基本的なのはもう、be 動詞。と B 動詞じゃないやつ、他の動詞、あとはですね、こうなんかまあいいか、とりあえず2つにしましょう、ね、この2つの動詞の違いが分かると英語はすごくよく分かるようになります。なんか B 動詞よく分かるんです。 B って何なんだろうみたいなことを思う方多いと思うんですけども、学校で多分あまりそういうふうに教えてないので、なんかよくわからないけど進んでしまうというのが現状なので、まあそういったところもですね、ちゃんと B 動詞と普通の動詞の違いを説明します。例えば、そうですね。まあ、I'm tired とこう B 動詞入ってますね。なんで I tired じゃないんだみたいな感じでね。I tired でもいいじゃないか。っていう思う方もいらっしゃると思うので、まあなんで、まあそもそもこれないんですけども、なんでこれを入れなければいけないのか、 B 動詞を入れることによってこの文がどういう意味をなすのかというところから説明しますので、どうぞご安心していらしてください。そして、まあ2時間はとても短い時間ではあるんですけども、こういうもう本当に基本的なところ、まず挨拶、 B 動詞の理解、そういったところをですね、しっかりと固めていただいて、こう次に進めるので、まずはその土台となる部分をしっかりじっくり気づいていきましょう。そして、おそらく時間がオーバーしますので、ちょっと時間に余裕を持っていらしてください。そして、質問もまあオーバーしてしまう理由はおそらく皆さんが抱えているご質問、疑問ですね、そういったものにもお答えいたしますので、その部分でちょっと時間がオーバーするかなと踏んでおりますので、若干の時間に余裕を持っていらしてください。OK? Alright. So, ゼロからの英会話。もう本当に全く英語を今まで勉強したことがない。勉強したいけど、わからない。中学英語も覚えていないから英語勉強してもいいのかな？いや、こんな私はダメだろうと思う方いらっしゃると思うので、そういう方はぜひご参加ください。I will help you. もう全然問題ないです。OK? しっかりと。まずは基本、基礎を固めて、次に進むステップにしたいと思います。Okay, so thank you very much for watching and I hope to see you on the 14th, June 14th, okay? Okay, ではお会いできるのを楽しみにしております。See you, bye!